ではスクリーンシェアをお願いいたします。はい。じゃあちょっと1時間しかないんですが、はい、盛りだくさんなんで、すで、はい、に始めたいと思います。はい、こんばんは。第2回の,、はい、第2回のコ,コミュニティビルディングワークショップに、えー、ようこそ、えー。今日はですね、司会をします。高野直子です、えー、今回の、えー、お題は お違った。あれ <laughs> 変えたのにいロードされてない。<あ> GPL と商標の話なんですが、はいえー、公開するファイルはなってるはず。はい、あれあ、そう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 ですよね。100%GPL と商標を学ぼうクイズ大会プラス Q&A が今回の、えー、トピックになります。えー、そしてですね、えー、まずイベントを始める前にイベント参加におけるはなび。 と歓迎されることについてお話しします。えー、こちらに書いてある通りにですね、えー、この、まあ、オンラインのイベントになるんですけれども、もし何かあの不快な思いをしたりとかあの、このイベントにふさわしくないような行動をしているような、えー ことを感じたらですね、えー、ぜひですね、えー、私たちに知らせていただきたいと思います。そして、まあ、皆さんもですね、えー、困っている方がいたら、えー、知らせていただいたりとか、まあ、ちょっと気を配っていただいて、皆さん、あの楽しく過ごせるように、えー、配慮していただければと思います。えー、そういった感じですね。毎回、えー 今後の,あの企画を、えー、手伝ってくれる方も、えー、募集してますので、よかったら、えー、そういった感じで、ただあの参加者として参加するっていうだけじゃなくて、こう一緒に会を作っていきましょうということで、えー、こんな感じでよろしくお願いいたします。 で時間えー、今回のアジェンダなんですけども、えー、お品書きということで、えー、概要の紹介をしまして、その後今回はですね、自己紹介タイムをテキストチャットでしていきたいと思いますので、えー、3つくらいちょっと質問を用意してますので、皆さんでチャットの方に書いてください。えー、そしてですね、えー、結構内容としては硬いんですけども、商標についてお話をします。 えー、商標、ワードプレスの商標を正しく使うにはっていうお話をしまして、次には GPL、ライセンスのお話です。 でその次にですね、コミュニティガイドライン 100%GPL ということで、まあ、GPL のさらにワ、えードプレスに特有のルールがあるので、それについての話と、えー、最後に、えー、記念撮影をしまして、その後、えー、録画が終了しまして Q&A がありますので、もし何かこう、途中で、えー、これはオフレコで聞きたいなとか、あの、ちょっと、あの、録画はされなくてもいいんだけども、えー、質問があるなってこと、 があれば、そういった最後の方にも、えー、時間を用意してますので、よかったら、皆さんも、えー、お過ごし、一緒に時間をお過ごしください。えー、間、間にですね、クイズを用意してますので、皆さん答えられるように、えー、ちょっとめ、あの、いろいろ記憶しながら進んでいただければと思います。それではですね、えー、先ほどの歓迎されないことの、えー もうちょっとまと、あ、め的な感じなんですけども、今回のイベントも含め、ワードプレスの、まあ、公式イベントというか、えー、ワードプレスミートアップチャプターのイベントはですね、特定の企業や個人の利益を追求するようなことはしていません。えー、そしてですね、まあ、当たり前なんですけども、誰かが嫌な思いをするような、そういった行為をすることは歓迎されません。えー、ちょっと、あのー、まあ、細かい話にはなるんですけども、えー、どういった感じが なあな行,行為が迷惑になるかというと、まあ、例えばあの容姿に対してちょっとこ、あのー、誰かに対してあの話をしたりとか、えー、性的不相の不適切な仕様、まあ、運営としてもそういうことはしませんし、えー、嫌がらせとなるような写真撮影や録音、えーまあ、身体的接触はありえないんですけれども、えー、そういった、えー、誰かが。 まあ、あのー、これぐらいはいいだろうみたいな感じではなくて、あのー、本当にこういったあの場が誰かが嫌な思いをしないように心がけていただければと思います。それはまあ他のイベントでもそうだと思うんですけども、ワードプレスコミュニティの行動規範に則っ,って行いたいと思います。詳しくはリンク先をご覧くださいということで、まあ、誰か貼っていただけるか、あの、後で公開しますので、まあ皆さんもね、ミ,ミートアップイベントにまあ結構 がっつり参加されてる方とか運営されてる方が多いと思いますが、えー、そういった感じで、えーまあ、Wordpress のイベントを進めていっていますそれではですねこの、えー、コミュニティビルディングワークショップ初めての方も前回あの参加されてなかった方もいるかと思いますので何なのかという話をちょっと軽くします、えー、コミュニティスキルを一緒に学ぶワークショップです えーまあ、コミュニティスキルってなんだっいうことなんですけども、まあ、多くの方は結構イベントを運営されてたりとか、ワ、えードプレスのコミュニティの中で結構能動的に活動されてる方とか、あとまあそういった方とあの交流がある方とか、いろんな方がいると思うんですけれども、あの今やっぱりコ,コロナが、コロナ禍が終わってですね、まあ、コミュニティが昔のようにあの定期的にイベントをやってなかったりとか、あの各地域のコミュニティも結構、 分散したり解散したりっていうこともあると思うので、まあそういった中で、だけどコミュニティを運営するものとして、やっぱりこういったあの活動を続けていきたいしあの、お互いですね、あの、ノウハウを共有したりしながら、あの、こう、お互いに励まし合って、あの楽しくやっていきたいねということで、えー、そういったつながりを作るためっていうのもあって、えー、コミュニティに向けたあのイベントを やってみました、えー、そしてですね、まああのー、これから先にこのコミュニティに関わってくる人を増やしたいっていうのもありますし、次世代イベントということで、ネクストジェネレーションイベントっていうなんかあの取り組みがワードプレスの全体であるんですけれども、その一つとして、こういった、えー、地域の、あのー、枠を超えたイベントということで試みをやっています。 えー、日本のコミュニティのより良い方向性を一緒に模索し、一緒に作っていこうと考えて、えー、今ですね、まああの、戸田さんと私と純子さんと、あと今回ちょっとあの、えー、緊急的にちょっと参加できなくなってしまったんですけども、5.3、えー、が、えー、4人で今やっていますが、えー、他の,あの皆さんのご参加もあの、運営の参加も関係しています、えー。6ヶ月間毎月1回トピックをしていこうということで、えー ナレッジを共有していくように、えー、進めていきたいと思います。ということで、まあ、あの、他にも、あの、こういったの興味ありそうな方がいれば、ぜひ、お誘いしていただければと思います。はい。えー、もし、本当にですね、あの、こんなことやってみたいなってことがありましたら、ぜひ、お声がけください。ということで、えー、 今後のトピックで、他にも、あのー、まあ、登壇者のダイバーシティを、あのー、増やすには、とか、えー、コミュニティ運営にオープンソースの手法を応用するには、えー、行動規範はない、なぜ必要なのか、ということで、ちょっと、あのー、 一般的ではないかもしれないんですけども、コミュニティに関わる方だったら興味あるような内容を取り上げていきたいと思っています。今回もですね、GPL ということで結構先の方にこの話持ってこようかなと思ってたんですけども、結構聞きたいっていう方が前回いらっしゃったので、えー、進めて第2回に持ってきてみました。なんで、あの、フィードバックがあれば、あの、きっと反映されるってことで <laughs>、ぜひフィードバックしてください。 はい。ということで、えー、ハッシュタグは CBWJ ですね。コミュニティビル y b ングワークショップジャパンの頭文字になってますので、えー、まあ、あの、いわゆる X ですか ?Twitter、<laughs> ツイ<ッ>ター <laughs> 元 TwitterX、えー、でも、あの、発言される方は、ぜひつけてください。えー、Zoom のチャットの方で出ますね。ねお気軽に、えー、質問してください。ということで、えー、今回ですね。 えー、あ、すみません。オンライン完成開催で不快な行為を見つけたら、えー、この背景が多くなってくる運営の方にプライベートでメッセージでお声掛けください。イベント終了後には meetup.com のメッセージを送信からご連絡いただけます。えー、はい。で、自己紹介を今回チャットでしますということだったんですけども、えー、この三 3, 3つの質問があります。 私も用意してないんで書きますが、お名前、えー、ニックネーム、呼ばれたい名前、そして、まあ、所属、会社の名前でもいいですし、えーまあ、こういうことやってますってことがあれば、えー、ぜひ自己紹介書いていただいて、えー。で、3つ目はですね、何のあの関連もないんですけども、皆さんのことをもっと知りたいなっていうことで、えー、お好きな秋の味覚は何でしょうか あの地元のおすすめのでもいいですし、えー、毎年秋になったら食べるものということで、えー、皆さんですね、チャットに、えー、1、2、3ということで書いていただければと思います。ちょっと数分ですね、私も書きますんで、書けた方から、えー、投げていただければと思います。そうですね。あの、ワードプレスのユーザー名とか何でもいいですし。 所属なんだろう梨,梨。梨が美味しい。なんだろう梨<は> <laughs> 聞いといてあまり分かんないんですけど、なん <laughs> でしょうね。フルーツが多いですよね。なんかね、<laughs> フルーツ以外ない、サンマとかもありますけど。あ、そっか。なんかフルあ野菜が。 日本あの年中割となんか季節のものとかっていう感じがしないから、うん、でも秋ナスはとか言いますよね秋ナスも美味しいですよねそれがかけなくてもくれないおいしいなしかさつまいも <laughs> い、うん、もいいな確かにさつまいも,、ね、も確かに秋だ売り、ねうん、多いですね まあこの中なら、葡萄かな。うんなんか、ありがたみっていう意味で、なんか、さつまいも結構も,もらったりするんで、葡 <laughs> 萄<え> <laughs> なんかこう、ありがたみが。<laughs> なるほど、確かに。<laughs> 炊き込みご飯もいいですね。ご飯うんコンクリって何ですか本田さん。 ポンクリってなんですか？焼きポンクリってんですか？あの焼きポンクリっていう商品名になるのかな。うんええー、焼きグリ焼きグリとは違うんですか？焼きグリあのー、ポン菓子の機械あるじゃないですか。はい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 。多分あれを使って焼いてるんだと思うんですけど。 ええ、食べたことない。ホクホクしそう、すごい。はい、ホクホクして、あの、しい。日本酒。日本酒は秋の味覚かなそうですね。秋にリリースされるやつですね。柿。柿。秋。秋だ、秋だ、確かに。茄子。茄子。茄子もね、美味しいよね。基真面目で知りました。 中谷さんが送ってくれた。ありがとうございます。ではですね、まぁ、あ、ちょっとあの、引き続きもし送っていない方がいらっしゃったら、えぇ、ー、焼きポんど、なんだろう、京都のものなのか、どうやってみたい。一回えぇ、ー、とね、本部は多分、あの、丹波篠山うーん、丹波。おいしそう。買えるんだ。篠山城の、初めてたあの、

行ったら、錦市場でも買えるんだ。あ、違うか、黒子もちゃん。京都は錦市場。皆さん知ってる感じお店です関、ね、西の方は知ってる感じなんだ。なし。なし人気。なし <laughs> 人気だな。美味 <laughs> しいですよね。ジューシーで。ありがとうございます。はい、ではですね。なんかいい感じでサクサク進んでるので、次に。 あれいけない。次にいけない。として次に行きたいです。あれあ,ありがとうございます。じゃあですね、商標は、トタさんパートなので、お渡しします。いきなり、じゃあ、あの、に <laughs> 入っていきたいと思います。まずは商標について。はい。はい。皆さん、こんばんは。一応、商標のお話を始める前に、今日のテーマの、 いわゆるその 100%GPL とか商標についてもし知りたいことが <laughs> 事前にアンケートみたいな申し込みの時にあったと思うんですけれどもそれも含めまあ追加で気になったこととかあったらチャットに書いてくださいチャット欄がなししか今見えないのでちょっと次の話題へお願いします はい。じゃあ、ちょっと最初、商標についてお話をさせていただきたいなと思います。まあ、そもそも商標って何なのかっていう、まあ、よく商標って聞くんですけども、まあ、商標ッコトレードマーク。まあ、海外圏ではトレードマークとよく言われていて、日本では商標と言われてるんですけれども、まあ、そもそも商標っていうのは、自社ないし、自分の団体。まあ、個人でも登録できるんですけども、えー、一般的にその取り扱う商品であったりとか、サービス。 や、を他のものと区別する。例えば僕のものとお隣さんのものと、または僕のものと他の事業者さんのものとを区別するために使うためのマークとして、えー、あります。で、別にこれは持っている人もいれば持っていない人もいるんですけれども、じゃあ何が商標になるのかとなると、えー、いわゆる文字列、または図形、または記号、 それ、または立体形状。または、それらの結合から構成される。つまり、文字だけで登録することもできれば、文字と図形で登録することもできる。図形と記号で登録することもできたりして、その登録したものは、えー、独占して使用する権利。まあ、一般的には占有権って呼ばれるんですけれども、占有権が付与されます。ただし、その登録までの過程で、 何個か分類があるんですね。そのインターネット関連なのか、とか、その、うーん、なんだ、もの他のものインターネット関連のものなのか、その物理的なものなんか、なんだろうお皿とかじゃないな、なんだろうまあ、その物理的なものとかって分類があるんですけれども、その分類で被ってなかったりとか、何も問題がなければ、その占有権っていうものが付与されますと。 で、その占有権が付与されると同時に、もう一個実は付与されるものがあって、それは第三者がそれ同一、または類似する商標の使用を禁止する権利が与えられるんですね。いわゆる禁止権です。例えば僕が A という、なんか A という商品、ないしもの、 の、その文字列ないし図形を商標登録したときに、それを侵害っていうか、それを攻撃するようなこととか、それを僕に許可なく勝手に使っちゃうことを許さない。禁止するための権利が僕、あの登録した僕自身にも付与される。なので、占有権と禁止権が、えー、付与されます。で、これは、えー、トレードマーク、商標を持っているものに関しては守らなきゃいけないものであって、えー ユーザー側は。で、なんでこれ商標があるかっていうと、そのいわゆる第三者。他の人から取り扱う商品またはサービスを守る。まあ自分の財産ですね。財産と言えるものを守る重要な役割を果たすものが商標となっています。まあ僕ら、こう、今日はワードプレスのミートアップのオーガナイザーだとか、ワードプレスのユーザーの方が多いと思うんですけども、僕らで一番身近なものって言ったら、ワードプレスっていう文字列と、ワードプレスの、えー、とロゴも商標登録。 されています。で、僕が今、ロゴっていう話が出たんですけれども、えっ、ー、と、まあ、そう、ちょっとヒントみたいに僕らの背景にあるんですけど、皆さん、ワードプレスのロゴって、パッと思いつきますか僕ら出ちゃってるから、こう、隠すのか見せるのかわかんないけど、<laughs> まあ、なんか、丸の W みたいな感じでみんなイメージしてると思うんですけども、えー、あ、その話の前に、その、そのロゴも実は商標登録されています。 で、じゃあそのワードプレスの商標は何があるのかっていうのを知りたい場合は、実はワードプレスのページ、ja.wordpress.org の中に商標についてご紹介しているページがあるので、このページを見ていただくと、じゃあどんな商標があるのか、そして自分らは何を守らなきゃいけないのか、で、またはその商標を使うためにどういうことが許されているのかとかが記されているので、えー ミートアップを運営するのももちろんだし、もしかしたら自分の授業とかで誰かに教えたりとか、授業講師、ワークショップみたいなのをやってたりとか、何かをするかもしれないので、一度このページはちょっと見ておくことをお勧めします。今コメント欄にリンクが貼られたので、ぜひこれをメモっておいて、後でご覧いただけたらなと思います。で、今日の集まっているみんなはワードベース以外にもう一個身近なものがあって、それは何かっていうと、ミートアップ。 僕らはミートアップ、WordPress m e e というイベント群のオーガナイ、共同オーガナイザーとしてみんな運営してるんですけれども、実はミートアップにも商標というものがあります。えー、ミートアップの方は、これも詳しくは今チャットに貼られたリンクを後で見ていただきたいんですけれども、文字列とロゴで商標が登録されているので、僕らは勝手にこのミートアップのロゴを、えー、勝手に、まあ、許され、その、 使っていいよって言われてない限り勝手に使うことはできないし、文字列を変えることはできなかったりします。なので、ミートアップっていうのは、これ造語なんですけれども、この画面上に出ている文字列で書かなきゃいけないっていう、まあ、守らなきゃいけないなんかルールですね。みたいのがある。それはもちろんミートアップっていうものを開発した人たちの財産を守るためなので、僕らは使わせていただいているので、それを守るっていうことを するの、しようねっていう感じになっています。で、さっきちょっとロゴの話が出たんですけれども、W と丸い、丸と W って思ってる人いると思うんですけども、ワードプレスのロゴも商標登録されて,て左側がダメな、ダメなというか、使用禁止されてるロゴ。で、右側が正式の正しいロゴ。で、これ何が違うかっていうと、その高さですね。その W の上の高さとかが、が違う。 ますなので、こういう偽のロゴに気をつけようねとか、本当に正式のものなのかどうなのかを見分けるために、まあ、今回画面上にはワードプレスのロゴが出てますけど、こういうのを見て、それが本物なのか、偽物なのか、これは本当に使って大丈夫なマークなのかこれ、これ大丈夫、ダメなのかとかっていうのを見ることができます。で、詳しく何が大丈夫、何がダメかは、今チャット欄に共有されたロゴ、あの URL にも。 書いてあるので、これもぜひご覧いただけたらなと思います。えっ、ー、と、色もうどう、どういう色が使えるかっていうのも書いてあるので、ぜひご覧ください。で、えじゃあここまで来て、なんか文字列、何が使っていい、何が使っちゃダメとかいろいろなんか難しいなと思うと思うんですけども、簡単な OK と NG な例で見ていきたいんですけれども、例えば商用、営利のイベントですね。まあ、いわゆるそのお金を 絡んでくるイベントなどかを開催するときにダメなものとオッケーなもの。で、OK なものは、例えば新宿 Web 制作初心者セミナー、ナミセンワードプレスを学ぼうっていうのはオッケーなんです。でも、ワードプレス初心者セミナー、ナミセン初めてのウェブサイトの作り方、ナミセンみたいなのはダメで、 じゃあ、OK と NG 何が違うかっていうと、イベント名称のメインの部分に WordPress っていう文字列が入ってるか入ってないかが違うんですね。で、WordPress というものは商標登録されているので、まあ、いわゆるその許可なく勝手に使っちゃうのはできないよっていう。なので、僕らはワード例えば地域名 w o r d p r e s s アップっていうのが開催できるんですけれども、それは w o r d p r e s s アップっていう母体、運営側がセントラル。 まあ、上側、コミュニティのセントラルがそれの許可を得ているので、僕らはそれをさらに使うことが許されている。まあ、僕らは別に商用のイベントではないと思うんですけども、まあ、そういう感じでイベントで使えるようになっているっていう感じがあります。で、今、僕らのミートアップの話が出たんですけども、非営利のイベントを開催するとき、お金をいただいていない場合は、えケ、ー、おけなれも。 非営利なイベントを開催するときの大きな、OK な例としては、ワードプレスビギナーズ東京とか、ワードプレス黙々会とか、ワードプレス黙々会アットどこどことか、これがなんで OK かっていうと、非営利だからですね。これでお金をいただいていないので、全然大丈夫ですよと。で、重要なのが、ここ一番下に米印って書いてあるんですけれども、 じゃあ世の中のワードプレスのイベントって必ずしもミートアップのチャプターじゃないとダメなのっていうわけではなくて、別にミートアップのチャプターじゃなくてもいいんですよね。だから僕らは、例えば僕だったら東京ワードプレスミートアップの運営してるんですけれども、東京ワードプレスミートアップとしてではなく、非営利な、なんでしょうね、ワードプレスビジネス、ビジネスじゃ変だな、ワードプレスデザイン講座みたいなのをやったとしても、全然 OK。っていうような感じになってます。 で、もう一個これが結構質問とかが多いんですけれども、じゃあ、その、ドメインってどうなのっていう質問も結構あるんですけれども、ドメインも OK な例と NG な例に沿って見ていくと、OK なのは、いわゆるサブドメサブドメインに WordPress という文字列が入っている場合は、大丈夫。wordpress-event.example.com、e、wordpress.example-event.com とかは、 トップドメインに入っていないので大丈夫。で、でも、どうしてもトップドメインにワードプレスに関連、まあ、ワードプレスって入れたいっていうふうな場合は、wp って略しちゃって、例えば、examplewpevent.com s にするとか。であれば OK。で、それとは逆に、wordpress-event-example.com はダメ。wordpress-example.org みたいなのもダメ。 なぜかっていうと、そのトップドメイン、トップレベルドメインにおいて、ワードプレスの文字率が入ってるか入ってないかの違いとなります。なので、ここは結構みんなもね、ウェブ制作者として、あたら、日頃働いてる方もいらっしゃると思うので、ここはちょっと気をつけなきゃいけない点かなと思います。はい。じゃあクイズになったので、ナオさんに渡します。 ミュ,ミュートです。ミュートのまま言ってください。<laughs> ズームで回答できるんでしたっけいきます。あ、OK。では、えー、あ、すごい、すごい、すごい。それではですね、今までの知識をもとにですね、えー、クイズを出したいと思います、えー。商標違反ではない行為がこの中に一つあります。皆さんに、えー、ぜひ、その、商標違反ではない行為を、えー、選んでいただいて、 えー、答え合わせをしていきたいと思います。一つは、ワ、えードプレスコンサルティングサービスという会社を作る。企業や製品のロゴの一部としてワードプレスロゴを使う。ワードプレスのロゴをサービスの説明ページ内で使う。アドセンスの広告用キーワードとしてワードプレスという文字列を使う、えー。この中でですね、商標違反ではない行為。 は何かなということで、えー、今10人いらっしゃるのかな、えー、皆さん <laughs>、迷っていただければと思います。もし質問に関して、あの不明な点がありましたら、質問してください。解、えっと、答,答時間は何分あるんですか今7人い人皆さんが終わったらあと2人です。あ、そっか、自分をすんのかなあれ自分はでき、あ、ホストはしないんだ。ホスト以外で。10人。あ10人 ありがとうございます。ますもうすごい。3と4が、えー、接戦ですね。あ、ごめんなさい。回答番号に番号を入れてほしかった。すみません。順番になってるんで、ありがとうございます。はい、フィードバック次回。えー、で、え、こん、で、これ,<え>これでいいので、ピーン。答えはですね、3番でした。えー、アドセンスの話はちょっと話には出てこなかったんですけども、えー、こちらはですね、問題、 ないあ、問題ないじゃないや、えっ、ー、と、商標が、えっ、ー、と、取られている場合ですね、アドセンスの広告用キーワードとして使ってはいけないんですね。結構使ってるところあると思うんですけども、これは実は商標違反になります。えー、説明のページで使うことには問題はありません、えー。1と2は皆さん分かったかなと思うんですけども、えー、一般的にですね、商標にあの登録されているものは、その商標を登録している、えー、企業とか、 えー、サービス以外はですね、えー、アドセンスの広告用キーワードとしても使ってはいけない。まあ、な,なんですかね。5人みたいな感じになっちゃうので。はい。なんですけども、もちろん、あのー、説明の文章の中で使うことはできます。ということで、えー、半々ですね。なかなかいい、いい感じですね。はい。では、実はですね、続いて、次の質問があります。で、先ほど、はい。まあ、ドメインポリシーの。 お話が <laughs>、今振ってくれてる <laughs>。ありがとうございます。え、はい、ドメインポリシーのお話があったんですけども、これもですね、違反になる行為が一個だけあります。えー、ドメインポリシーと違反、違反となる行為はどれでしょうか。サブドメインのみに WordPress が含まれたサイトを運営する。WP を含むルートドメイン。ルートドメインっていうのは、サブではなくてメインの方のドメインでプラグインを販売する。保有している wordpressexample.com というドメインを wpexample.com に転送する。えー、4番、wordpress-xygz のように、ハイフンを使って他の単語とつなげたドメインでサイト運営する。ちょ難しいですか <laughs> いやいや、悩んでますね。はい、はい ドメインポリシー違反ですね。これはエ g ジーのやつを一つ選んでください。あでも5人の方は4にしてますが。うんうん、6人。6人ね、7人、8人、9人。<laughs> どうかなみんな間違ってるかそれとも。お一<う>人名はお一人お一人ちょっと離席しちゃった。<laughs> いないじゃあえー、終わらしますかはい。終わらましょう。 おお<あ>はい。お影に出ました。さて、回答はですね、じゃじゃーん !9 名の方おめでとうございます。はい。ハイフンを使ってもですね、ルートドメイン、メインのドメインに入ってると NG になってしまいます。一方ですね、WP っていうのは、えー、商標ではないので、えー、全く問題ないです。もちろん、プラグインを販売しても問題ないです。えー1 はサブドメインで問題なくて、3は転送はですね、いいですよってことで、えー、先ほどリンクしていた、あの、あリンクしてないな。<laughs> あの、ドメインポリシーのページがあるんですけども、そこにも書いてありますので、はい、以上になります。ということで、えー、こ,これで、あ、そか、あの、とりあえず、あの、終わりなんですが、クイズ、ここの部分の、 クイズは終わりなんですが、えー、悩んだらですね、こちらのトレードマークポリシーとドメインポリシーの、えー、ドキュメントをまず読んでもらうことをお勧めします、えー。いきなり聞くんじゃなくてですね、えー、読んでみてどっちかなって考えることで、えー、きっと理解が深まるんじゃないかなと思います、えー。それでもですね、やっぱり解決しないこともあると思うんで、ワードスラップの コミュニティチャンネルで聞いていただいたり、ワ、えードプレスファンデーションに問い合わせることもできます。まあ、日本語でもですね、もし、あの、日本語で質問したいなってことであれば、なんかいろんな言語で多分来ても、あの、自動翻訳とかで返してくれることもあると思いますし、最、えー、まあ、私とか、えー、純子さんの方に届くと思うので、えー、どうしてもわからないことがあれば、えー、そちらの方に問い合わせていただくのが一番いいかなっていう時もあると思います。 はい。えー、以上。えー、このセクションは以上になります。はい。ではですね、次に GPL のお話を、順子さんの方からお願いいたします。GPL なおさんじゃなかったですか、あ、すいません。あの、ゴーさんのピンチヒッターで私だった。ごめんなさい。 GPL についての話を私の方からしたいと思います。えー、商標の次にですね、えー、結構ワードプレスのユーザーとか、ミートアップオーガナイザーとして、あのワードプレス、ワードキャンプオーガナイザーとして守っていきたいのが GPL というのが、えー、ワードプレスのコアですねソフ、ソフトウェア、本体のソフトウェアのライセンスになります。で、私たちよく GPL っていうことが多いと思うんですけども、正式な名称は GPLB2、えー、バージョン2 またはそれ以降っていうのが、えー、正式名称になります。GPLB2 オアレーターって英語で言うんですけども、えー、そういった感じで、えー、ライセンスのページにも書いてありますが、えー、その細かいあのオアレーターのところが結構大事になってくるので、えー、忘れずに覚えておいてください。えー、つまりですね、GPLB2 っていうものと全く同じライセンスに、えー、そのワードプレスの、まあ、コピーしたものとか、派生物をしてもいいですし、えー、GPL バージョン2のそれよりも後に出た、えー、ライセンスにしても大丈夫ですよということに簡単に言うとなります。えー、基本の原則はですね、GPL、ジェネラルパブリックライセンスというんですけれども、えー、自由な利用、 ソフトスコードの開示、派生物は継承するライセンスにするということが求められています。えー、gnu.org のサイトの方でですね、えー、原文が、ライセンスの原文が読めます。また、ワ、えードプレスのサイトにもコピーが載ってるんですけども、日本語の原文がですね、opensource.jp の方に、えー、載っていますので,で、これもですね、先ほどの商標みたいな感じで迷ったら、 やっぱりちょっと原文も読みづらいかなっていうところもあると思うんですけども、えー、そこをちょっと読み込んでもらえると、えー、何があの OK で何が NG なのかっていうのも、えー、少し分かってくるかなと思います。えー、GPL はですね、えー、自由を保証するライセンスになります。えー、自由に、えー、このワードプレスに 限って言えばですね、ワ、えードプレスのコアのソフトウェアを自由に使用することができる。使用に関して何も制限がない。えー、例えばですね、このサイトは、こんなサイトは作ってはいけませんってことはなくて、まああの、どんなコンテンツでもいいですし、どんな使い方でもいいですよということが保障されています。で、えー、次に自由に研究し、改変することができる。えー、この まあ、コア自体のソフトウェアもそうなんですけども、その派生物も、えー、そのソースコードを読んだり、えー、改変して、それを、えー、自分の好きなように使ったり、えー、次の項目に、えー、その複製を再配布ということで、他の人に譲り、渡したりすることにも制限はありません。また、改変したものを、えー、自由に配布することもできます。ということで、まああのー、ソフトウェアはですね、えーの あのまあ、有料で販売されてたりすることもありますけども、えー、それに関しては問題はなくて、えー、自由に、えー、他の人に譲り渡すことが、えー、そのワードプレスを使っている自分たちに、えー、与えられた自由ですよということです。なので、逆に、えー、このコピーしたものとか、派生物を他の人に渡すときに、こういうふうに使ってくださいみたいな、この4つの自由を制限するようなことはできない。 っていう風に考えてください、えー。なので、そうですね。例えば、あの私はこうやってあの自由を譲り受けてもらったんですけど、私がこれを渡すときに、あなたにはこういったサイトは作ってほしくないです、みたいなことは実は言ってはいけないんですね。なんで、それがちょっと一般的には、えー、でも私が改変してこのプロダクトを作ったのにどうしてって思う。 かもしれないんですけども、まあ、そういうライセンスなんです <laughs> というしか言えないんですけども、ライセンスというのは、あのそれを承諾した上で自分も使わせてもらっているので、えー、他の人に渡したり、それを,のを使って何かをするときに、そのライセンスにのっとって、えー、使わなければいけないという契約を自分が、えー、もらったときにしているというふうに思ってください。えー、ということで、まあえー、次にいきます。 えー、GPL、えー、先ほど V2 オアレーターとか、またはそれ以降っていう話をしたんですけども、えー、このライセンスが、えー、互換性という話が出てくる時があります。ちょっとここを全て覚える必要はないんですけども、えー、簡単に言ってですねじあの、ライセンス、このライセンスをあの使っているその派生物にどの あの自分がその生物にどのライセンスを適用するべきかって悩んだときにですね、えー、互換性がないと、えー、その他のライセンスを選べないっていう、まあ、制限ではないんですけれども、えー、そういったライセンスの互換性っていうこと、あのコンセプトがありまして、えー、GPLv2 には、えー、この他のライセンスは互換性があります、これはありませんというものが、えー、決まってます。 ていま,すまあそれはその自由を制限するかしないかということもあるんですけども、えー、そういったことですねこれ覚える必要はないんですけども、えー、もし、えー、<laughs> えライセンスをですね、えー、考えたときに、まあ、もちろんそのまま GPLV2 にしとけば全く問題はないんですけども、えー、もしそういったライセンスについて考えたときに互換性というのを、えー、守らなければいけないっていうことを 覚えておいてください。こちらもですね、この、えー、チャートはですね、gnu.org の日本語版の方から取ってきているものですので、えー、何か気になったら、そういった正式な公式なサイトの方で見ていただければと思います。ということでですね、<laughs> またクイズタイムです <laughs>。説明がうまくいったかの、試されている感じがするんですけれども <laughs>、4つの違反ですね。 あ自由ですね。四つの自由に反するものはどれでしょうかちょっとヒントで四つの自由を出してみたいと思います。こっちか。はい。えー、この中でですね、一つ、その四つの自由を守れてないという状況があります。えー、派生物のプラグインで両可能なサイトの数を制限する。えー、アダルトサイトを作るのに、ワードプレスを使う。 えー、既存のすでにあるプラグインをベースに商用プラグインを作る、えー、作って販売するとかですね。えー、4番、ワードプレスをまるまるコピーして、自分のサイトでダウンロードできるようにする。えー、購入した GPL プラグインをカスタマイズして、えーまあ、有料で買ったんですけども、それを、えー、自分のサイトでソースコードをダウンロードで,できるようにする。さて えー、自由を、自由に違反するもの、えー。Wordpress のライセンスに違反しているものはこのどれでしょうかもうなんか集まっていますね。1人集まっていますね。<laughs> 簡単だったかなはい。じゃあ、10人。じゃあ、11人、もう1人。あ <laughs> はい。ということで、えー、回答はですね、じゃじゃーん。あれれ。じゃん。 はい、すいません。出しちゃった。えー、皆さん大正解です。えー、利用可能なサイトの数をですね、プラグインで制限するっていうことは、えー、利用の自由ですね、に、えー、反するので、こういうことはできません。他のことは、えー、全く問題ありません。ライセンスに違反していることはありません。<laughs> ということで、あの、簡単だったかなはい。<laughs> <laughs> えー、クイズ4、さっきちなみにされてたかもしれないんですけども、これはですね、これはですね、ちょっと、あのー、文章自体が分かりにくいかもしれないので説明しますと、派生物プロダクトっていうのは、まあ、いわゆる、えー、プラグインとかテーマとかですね、まあ、他のものもあるんですけども、いわゆるそういったものに対して、えー、そのライセンスが、えー、GPLv2 またはそれ以降、 でライセンスされているワードプレスと互換性があるのはどれでしょうか、えー、?1、GPLv3 でライセンスされているプラグイン。2、有料で販売されている GPLv2100% テーマ。GPLv2、えーまあ、100%GPL って後で出てきますけど、まあ、いわゆるそういったテーマ。 えー、で3番、PHP コードのみが GPLb2 のプラグイン。えー、例えば、J、JavaScript とか CSS は、えー、それ以外の、あのー、ライセンスになっているんですけれども、PHP コードのみを GPL にしているプラグイン、えーで。4番が1から3のすべてということでお、今回はちょっと分かれてきましたが、えー、ライセンス そして、まあ、正しいと言ったら、あの、ちょっと違うんですけど、まあ、互換性がある。は、どれでしょうか。まあ、1、2、3のうちのどれか1つ。または、えー、4はですね、1から3のすべてということになっています。あと2名。お、なんか分かれましたね。なんかちょっと嬉しいですね。<laughs> <laughs> はい。えー、1、2、 入れた方が1人、2が3名、えー、3が1名、あとは6名ということで、えー、回答はですね、じゃーん、1から3のすべて、はい、すべてですね、えー、互換性はあります。一、えー、はですね、えー、GPLV2 は、えーま、GPLV2 は、これや,ややこしくなっちゃうんですけど、V2 は V3 と互換性がない。 んですけども、それ以降なので、ワードプレスの,のライセンスはですね、GPLV2 またはそれ以降、これをあの最初に覚えてほしいなって言ったのは、えー、それ以降まで入ってるので、V3 とはあのー、互換性はあります。で、有料でももちろん問題ありません。あの有料であることは互換性とは関係ありません。 PHP コードのみが、これはこのあとちょっと 100%GPL の話になってくるんですけれども、えー、厳密に言えばですね、法的に言えば、あの互換性はあります。はい、ということで、えー、答えは、えー、4番が正しいということでした。でちょっと皆さんもな,なんかふわっと、これなんでと思った方は、ちょっと最後の方に Q&A ありますんで。 聞いていただければと思うんですけども、ちょっと3番のところを特に詳しく説明するために、えー、この後ですね、100%GPL、えー、についてのお話がありますので、じゅんこさんにバトンを渡したいと思います。はい、では、えーと、コミュニティガイドラインの 100%GPL についてお話ししていきたいと思います。と、これは WordPress のコミュニティガイドラインになります。 えっと、100%GPL と私たちが言っているものについては、ワードプレスのライセンスに伴って、ワードプレスの派生物であるテーマ、プラグインなどに含まれる PHP、JavaScript、CSS、画像などのすべてに GPLV2 またはそれ以降のライセンスと互換性があるものを適用しているというものになります。全部、全部 GPLV2 またはそれ以降ですって言えるものっていうのが、なので100%ですね、100%GPL と言っています。じゃあ、100%GPL じゃないものってどういうことなのっていうと、スプリットライセンスと 呼ばれていますワ、まあえードプレスの関数やフックとしたいった機能を利用しない JavaScript、CSS、画像については GPL ではないライセンスを適用することも法的には可能なんですね。さっきのクイズに出ていたことになるんですけども。はい、でじゃあ、ワードプレスの,あの関数やフックとか を利用した PHP だけ GPL にしていて、それ以外のもの、JavaScript、CSS 画像とかについては、他のライセンスを使っていますというものが、スプリットライセンスと呼ばれています。で、法的には可能なので、怒られることではないです。<laughs> 怒られることではないんですけど、WordPress コミュニティとしては、 推奨していいまませんというものになります、ね、多分なんか皆さん気になるところとしてはじゃあどうして 100%GPL がコミュニティとして推奨されているのっていうところだと思うんですけどどうしてワードプレスコミュニティが 100%GPL を推奨しているのかというとワードプレスのミッションが パブリッシングの民主化というのを歌っています。で、その中には構築する自由、変更する自由、共有する自由。これはあの GPL の自由と同じですね。自由っていうものを大事にして、それをミッションとして考えてますって言っているんですけど、それに対して画像や CSS とか JavaScript が GPL じゃない場合、そのテーマ、 いやプラグインには制限ができてしまうことになります。ね、CSS や JavaScript の全くない WordPress を想像できますかっていうと、できないですよね、テーマとか。で、そうすると、WordPress は誰に対しても共有の機会を、想像と共有の機会を提供しているのに、テーマやプラグインが法的に OK だからといって、 スプリットライセンスを採用していて 100%GPL ではないとその機械が実際には提供できないということになってしまいます。まあ単純にじゃあどこかからテーマをダウンロードしてカスタマイズしてそれを誰かに提供するっていうこととかが禁じられるっていうのはそもそもやっぱり自由っていうものが保証されないですよねっていうところで もともとのミッション、ワードプレスのコミュニティの考え方とは反するというところになります。えー、とちょっと踏み込んだ、ここに参加されてる方とかは、結構気になる項目ではないかと思うんですけど、ワードキャンプ、ワードプレスミートアップにおいて、ライセンスのお願いというものが具体的にあります。 でそれは何かというと、ワードキャンプ運営スタッフ、スピーカー、スポンサー、ボランティア同意書というものがあって、これはワードキャンプとは言ってるんですけど、ミートアップのオーガナイザーやスピーカーさんにも同じような、えっと、項目をお願いしていますで、えっと。その内容はワードプレスライセンスの理念を受け入れること。でワードプレスのちょっと括弧が多いんですけど、二次的派生著作物、つまりテーマやプラグイン。 ワードプレスディストリビューションを配布している個人や企業は、ワードプレス自体が提供している自由を派生物のユーザーに対しても提供すべきである。あのさっきお話しした、どうして 100%GPL なのっていうところですね。でつまり、ワードプレスオルグと同じガイドライン、100%GPL、または互換ライセンスであること。なので、とワードプレスの派生物を配布している人。 販売している人は 100%GPL に捨ててくださいということになります。で、もう一つが、ワードプレスの商標を侵害したり、100%GPL 互換ライセンスではないワードプレス派生物を配布している会社や個人を宣伝助長しないことっていう項目もあります。で、えっ、ー、と、例えばオーガナイザーだったら、 自分が配布しているかどうかっていうのはすごい分かりやすいと思うんですね。自分がじゃあそのテーマ作ってます、プラグイン作ってますっていう人だったら、それを 100%GPL であの販売している、もしくは配布しているかって分かりやすいと思うんですけど、次の項目の宣伝助長しないことっていうのがちょっと分かりにくいときがあるかなと思います。で、ちょっとここがどういうことかというと、 影響を受ける範囲というのがあります。ね、ワードプレスの商標を100%、100%GPL 互換ライセンスではないテーマやプラグインを作ったり、販売し、作って販売している人や企業がこの真ん中にいるとすると、それを宣伝、紹介している人も オーガナイザー、スポンサー、スピーカーにはダメですっていうことになります。で、宣伝、紹介している人をまた宣伝、紹介するっていうことがあると思うんですよ。なんかこれが、えっと、個人とかだとちょっと分かりにくいんですけど、特に企業、企業とかだと、えこの企業さんのについてはブログを書いたことがあるんだけどとかっていう、この 実際に販売している企業を宣伝している企業の何か言及するブログとかは大丈夫です。なので、このちょっと赤のピンクの範囲までが影響を受けるということを覚えておいてください。 でもう一つが、ちょっと宣伝助長って、じゃあ具体的にどういうことなのっていうのが分かりにくい場合があるかと思いますで。宣伝助長と見なされるいくつかの例というのを下に入れています。えっ、ー、と、これはあのスピーカーがとかスポンサーのとかオンガナイザーのって書いてあるんですけど、そこに関しては基本的には同じです。えっ、ー、と、 まず一番最初がスピーカーが 100%GPL でないワードプレスの派生物について、それを宣伝するつもりがないことを述べずにスライドで研究する。こういうふうに文章になってるとちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、あの、例で言うと、例えばスピーカーが、えっ、ー、と、登壇して、私このテーマ使ってますって言ったものが、 100%GPL ではないテーマだった場合、それを宣伝する、宣伝しないじゃなくて、それを、あの、これ使ってますっていうふうに見えた、あの、スライドで見せ,見せた段階で、それはダメです。ねえっ、ー、と、スポンサーのウェブサイトで 100%GPL ではないワードプレスの派生物を受け入れ可能な製品として紹介している。例えば、 えっと、そうですね、スポンサーさんのウェブサイトで、えっと、こういったテーマを扱ったことがありますみたいな。例えば私があのウェブ制作を仕事にしてるんですけど、その中で、えっと、こういったテーマ受け入れ可能です。このテーマのカスタマイズ承りますっていうものの中に、100%GPL ではない。 ワードプレスのテーマがあったりとかプラグインがあったりとかっていうのをあの宣伝助長と見なされます。で、えっと、下がオーガナイザーのウェブサイトで商標に違反する企業のサービスのアフェリエイトバナーテキストリンクを掲載している。これは商標に違反するではなくて 100%GPL ではないっていうのも同じです。そういったものを紹介しているというふうに見なされます。 でえー、とリンクをあのチャットにも貼ってくださってますが、ちょっと英語になるんですけど、日本語に翻訳したいとは思いつつ、あの例として覚えあの、どういうことかなと思ったときに、自分が思っている事例はこれにあ、ま、当てはまるだろうかっていう参考にしてもらえたらいいかなと思います。というところでではクイズです。ではクイズです。<laughs> はい。<laughs> ええー、それではですね。まあ、スポンサーっていうのを、あの、登壇者とか、ボランティアに置き換えても全然いいんですけども、100%GPL ルールに反している例となるのはどれでしょうか。ええー、1、スプリットライセンス。先ほど言った、えっ、ー、と、えー、例えば JavaScript が100、100%GPL に互換性のないライセンスになっている、えー、テーマを自社サイトに使う。使っている状態。 っていうことこですねで2番、自作プラグイン、その会社とか、まあ、個人の方がプラグインを作っていて、そのソースコードにちょ自分がこ,れこの、えー、ソースコードの著作権を持っていますというような表示を入れる、えー。3番、スプリットライセンスを使っているサイトに対してコンサルティング業務を行う。えー、4番、GPL ではない派生物を販売している企業の宣伝をする。 えー、反している例、ということで、問題、というか、まあ、あの、進められないような行動がこの中に一つあります。さて、皆、えー、さんちょっと、他の方の <laughs>、見てかえ変えたりしても、ありではありますが、えー、どうかなあと、2名の方が、お、サクサクと、一人では迷っています。 えー、今のところ1が2名、えー、4が9名ということで、えー、回答はですね、じゃじゃん、はい、えー、人気のあった4番ですね、えー、GPL ではない派生物を販売している企業の宣伝をする。 っていうのが、えーまあ、スポンサーになれる条件には反してしまうってことです。えー、過去にもこれあったんですけども、えー、サイトにですね、テーマを使っているっていうことで、まあ、もちろんソースコードとかを見たりとか、す、えー、ればわかることではあるんですけども、えー、表立ってこのテーマを応援してますとか、宣伝をしない限りは、えーまあ、厳密には問題ありません。多分過去にはですね、えー、ちょっと 指摘というか言及して、あの、今後、こういったことをちょっと気をつけていただきたいな、みたいなことを言ったことはあるんですけども、スポンサーにはなれませんよ、というふうに、えー、まあ、あの、却下したことはないので、えー、1は、あの、ライセンス的には問題ない感じです。4がですね、えー、先ほどの宣伝助長につながるということで、 えー、販売している企業の宣伝ですね。まあ、自分たちが販売してなくても他の企業の宣伝をしているということで、NG になってしまいます。えー、まあ、こういったところですね。まあ、自分たちが気づかないところでワードキャンプとかに関わっていて気づくこともあると思うんですけども、えー、そういった時にですね、ではですね、クイズ。またクイズです。えー、こういった時に、 まあ、まあ、例えばですね、この状況は自分がこのイベントに関わっていない第三者だったと思ってください。えー、ワードキャンプどこどこが開催されてるんですけども、どうもこのスポンサーは何かこう、このスポンサーのサイトで見てはいけないものを <laughs> 見てしまったっていう時にですね、えーえー、そういった反する状況があった場合、最も避けた方がいい対応はどれでしょうか 1. 1ソーシャルメディア上でそのワードキャンプの公式アカウントにメンションして、あ、こなんかちょっとここ気になるんですけど、みたいな感じで、えー、指摘する。2番、そのワードキャンプの、えー、サイトからお問い合わせフォームからお知らせする。3番、コミュニティーチームのサポーターに、えー、相談する。まあ、スラックとかでもいいですし、メールもあります。4番ですね、問題と思われる対象者。 スポンサーとかオーガナイザーの方に直接メッセージして問い合わせる。えー、もっとも避けた方がいいんじゃないかなっていうのは、これちょっと今までの話ではあんま出てこなかったんですけども、えー、ぜひちょっと考えてもらえるといいかなということで、コミュニティとして、えー、どういった行動が、えー、まあ、あの、あまりよろしくないかなっていうことで、 まあちょっと、ケースバイケースになるところもあると思うんですけども、一般的に言ってですね。えー、っと、あと、2名。まあちょっとね、その、あの、関係性とかにも関わってくるとは思うんですが。はい、11名、ありがとうございます。えー、回答はですね、えー、実はですね、1番。 になります。これはちょっとね、4番と迷われた方がいたと思うんで、あの、ちょっと補足しておきたいんですけども、もちろんですね、あの、その、あの、問題となる行為があった方をお知り合いだったとか、あいう場合には、もちろん、 声かけてもいいですし、そうではない場合に、あの、そういった行為がちょっと問題になることもあるとは思うんですけども、それよりも、あの、ちょっと気になるのは、その公式アカウントとか、あの、表だったところで、これはなんか、間違ってるんじゃないみたいな感じで、あの、言ってしまうとですね、あの、もちろん、そこで初めて気づくっていうこともあるとは思うんですけれども、あの、あまり解決にはつながらないかなっていうのがあります。 あのみんなコミュニティとしてですね、まあ、私たちも先ほど言いましたけどもあの気づかなかったりとかあの間違った認識っていうのはあるとは思うんですけども、えー、みんなのゴールとしてこう正しい知識を深めていって、えー、そしてまああの嫌な思いすることはなく、えー、もしあのあ分かった知らなかったから直そうみたいな感じであのうまくいくことも過去に。 多数あったので、まあ、そういったふうに持っていくには、やっぱりこう、あの、あんまり、こう、炎上みたいなところに持っていかないで、あの、対話をすることが大事かなと思うので、できればですね、もし気がついて、あの、されたときには、あの、おそらくですね、公式の、あの、ワードキャンプの、その、運営者の方に直接、プライベートな形で、あの、連絡を取って、あの、こういうの気づいたんですけど、っ,って、 あの言っていただけるのが一番いいのかなと思います。もちろん、あの、すごい、あの、よく知っている方とかが、あの、問題かなって気づいたときには、あの、直接言っていただいてもいいんですけれども、えー、なるべくですね、あの、対話が、あの、静かにというか、お互い受け入れられる、入れられる形でするためには、あの、ソーシャルメディアはあまりいい、あの、今までいい、 手段だったことはあまり見たことがないので、あの、あまりおすすめしませんという話でした。ということで、ちょっとルールという感じではないんですけども、経験からの一言という感じになりました。えー、次はですね、えー、こぼれ話ということで、もうこれであの、あの、説明とかは最後なんですけども、えー、先ほどの最後の質問のクイズのに関連して、あの、私たちでもね、あの、 経験している運営者とかでも、まあ、違うこともあります。ということで、実はですね、このスライドを作っているときに、あの、GPL V2 それ以降っていうのを想定していなくて、この 100%GPL っていうページがあるんですけども、想定していなくて、ちょっと間違った表記が実はあったんですね。で、これってなんか私たちの間で、えー、これ実は間違ってないみたいな話になって修正して、 その GPL、それ以降もちゃんと含めた表記にしたっていうことがあったんですけども、まあこれを、あの、まあ誰でも間違うことはあるよねってことで、悪気があったりするわけではなくて、あの、やっぱりこういったライセンスとか法律の問題とかっていうのは、あの、ややこしい話だったりするので、何もかも1回目でうまくいくことが、 あの、ばかりではなかったりするんですけども、もちろん私たちも専門家ではないなりに、えー、コミュニティを、あの、良くしていくために、あの、やっているところもあるので、まあ、いきなりこう、なんか間違ってるんじゃないとか言って、あの、あなた悪気があるんじゃないとか言われたら、えみたいになってしまうときもあると思うんですけども、なんかここの、ちょっとよ読み込んでみたところ違ったんじゃないかなって言われたら、あ、そうですね。じゃあ直します。っていうふうに、あの、ちゃんと、 対応しますので、えー、誰でも間違うことはあるので、えー、怖がらずに指摘していただいて、あのみんなで正しい知識をあの理解して広めていければなと思っています。ということで、えー、あ、すいません。ちょっと間が、あ、いいのか。そういうことで、こぼれ話以上でした。えー、あとですね、いくつか最後に行く前に告知があります。戸田さんの方からお願いします。 はい。こぼれ話って書いてあるんですけど、はい。告知ですね。えー、二か月、1ヶ月後か。もう2ヶ月後じゃない。1ヶ月後、ワードキャンプ東京が2023年10月21日に、えー、東京の有明、お台場ですね。ほぼお台場で開催されます。えー、よかったら皆さんぜひご参加ください。まだちょっとだけですけど、チケットが残ってるので、えー、ワードキャンプっていうあの大きなイベントに来て、いろんなことを みたいで聞いたり、学んだりするいいきっかけ、かつみんなにも会えるので、ぜひ来てください。詳しくはウェブサイト見てください。で、次、ああ、もう一個前ね。これは、これはどうしようかな。じゃあ、なおさんに渡します。 えー、そしてワードキャンプ東京でですね、えー、テーブルを用意してですね、あのワードキャンプ、プレスにあの参加してみませんかっていうような説明をする、えー、テーブルを用意しています。ワ、えードプレスの6.3にですね、コントリビューターについてのあの、セクションが <laughs> WP アドミンの中に作られたりしたんですけども、ワードプレスのコミュニティ全体でもみんなであのコントリビュー、 リビュートをしたりとか参加をしたりっていうのをあの広めていこうっていう機運が高まっているので、まあ、ワードキャンプ東京でもですね、えー、興味がある方に、えー、説明というかあの、いろいろお話ししたいなっていうところがあるので、えー、テーブルでですね、こういったあの参加の方法がありますよみたいなことを説明してくれる方を募集しています。もしあの、何の知識がなくてもですね、あのしたいということ方がいらっしゃったら、今、あの ツールがあるんですよね。ちょっとあの、英語しかまだないんですけど、あの、そのツールを使って、あの、来てくださった方に説明してくだ、くださる方なら誰でも構いませんので、えー、興味がある方いらっしゃれば、まあ、私か戸田さんか、順子さんに声かけていただければ、えー、一緒にテーブルに座りましょうというお誘いでした。お待ちしてます。 もしくは今チャットにはいって書いてくれたら私はい。それを。はい、それを。<laughs> <laughs> 本当になんか10分だけいきますとかでもいいんで。はい、はい。興味ある方いたら全然シフトとかがっちりはしない方向なので <laughs>、うん。<laughs> あの、興味あれば。基本的にあの、座って他の方とお話しする。なんかブース、あの、スポンサーブースみたいなのあるんですけど、それのコミュニティ版みたいな感じなので。あの、 コメントが。あ、ありがとうございます。はい、ぜひぜひ。またお話しましょう。<laughs> はい。ありがとうございます。じゃあ、ワードキャンプ東京には、<laughs> あの、あの、登録はしてくださってると思うんですけど、ぜひ登録してくださった上で、ええー、またご連絡します。あと、この後に、 アンケートもありますので、えー、そちらの方に何かコメントで書いていただいても大丈夫です。アンケートがありまして、まあ、前回と一緒なんですけれども、なんか毎回ですね、ちょっと、あの、満足度調査とか、<laughs> あの、ここで何が、あの、良かったですかみたいなのを聞いていますので、えー、前回書いていただいた方でも、多分最初の方は、あの、 あなたの属性みたいなのとか同じだったりするんですけども、えー、後半のところで今回の、えー、イベントについての質問に答えていただけると励みになりますし、えー、その先ほどお話した次世代イベント、Nexted Generation WordPress イベントの取り組みの、何てうんですかね、フィードバックとしても参考になりますんで、ぜひ、えー、1分ぐらいだと思うんで、えー、回答してください。 ではですね。はい。ありがとうございます。終点までありがとうございます。次回は10月6日金曜日に決定しています。えー、トピックは決定していないので、この後、あの、言ってくださってもいいですし、アンケートでお話ししていただいても構いません。